北村智和は、中央競馬、立党トレーニングセンターに所属する騎手。2006年、2月に、競馬学校を卒業式種免許を取得、田島良保厩社所属騎手としてデビュー。同期の騎手には、田中博康的場隼人がいる。初年度は14勝を挙げ中央競馬関西、放送記者クラブ賞を受賞した。2007年、 1> 第1回新潟競馬において11勝2着5回3着3回の成績で初の開催リーディングジョッキーを獲得10月8日京都 12R で走行妨害を受け落馬当初 JRA より頭部外傷と発表されたがその後の精密検査で右手首骨折が判明手術を受け年内復帰は絶望視されていたが12月8日復帰 15日に復帰後初勝利を記録している。2008年10月4日、札幌 3R にて、通算100勝を達成、仲の良い藤岡雄介騎手がプラカードを持った。10月18日、デイリーハイ2歳ステークスを、シェーンバルトで制し、デビュー3年目にして、重賞競争を初制覇した。また同馬にて、翌年のサツキ賞。 東京優秀に騎乗し4着6着と結果を残す。2009年宮ランベリで、目黒記念、七夕賞を優勝するなど、7月まで39勝を上げる活躍を見せるも、7月19日札幌12、R にて落馬のため、左上腕骨を骨折。12月12日の復帰まで、長期休養となる。2012年夏の小倉開催では、 北九州記念に優勝し、JRA 通算300章を達成するなど、活躍したことが評価され、小倉田アフ賞を受賞した。2018年にも、同賞を受賞している。2012年9月17日の阪神開催にいて、落馬し、右手を骨折。約2ヶ月半戦線を離脱した。2013年11月2日。 京都に R で民利に帰乗した際に内側に車行し、オブシディアンの進路を妨害したため開催日4日間の帰乗停止となった。このレース後に権領採決室内で机を持ち上げて倒すという粗暴な行為を行ったことにより、さらに追加で開催日2日間の帰乗停止となるという史上初の事態に発展した。2018年の全日本2歳優秀春でノーバレンダに、 起乗し優勝。初の J プニー制覇を成し遂げた。2019年の大阪杯でアルアインに、起乗9番人気ながら、最後の直線で馬群から鋭く抜け出し、2着奇跡を首差しりぞけて優勝。前年の GI 制覇に続いて、初の JRAGI 制覇を果たすと、秋華賞を、クロノジェネシスで、阪神ジュベナイルフィリーズを、 レシステンシアで勝利し、1年間で中央 GI 参照を挙げた。2020年の宝塚記念と有馬記念でクロノジェネシスに起乗し、グランプリ春秋連覇を達成。2020年12月1日、滋賀県警察前原警察署の1日署長に就任した。2021年1月2日に一般女性と入籍することを発表した。 2021年5月2日、阪神競馬第2競争で落馬し、追体骨折及び、右肩甲骨,骨骨折と診断され手術を行い、後日に背骨8本以上の骨折が見られ、まともに歩けるようになるまで、かなりの日数を必要とするなどで、復帰まで1年以上かかることが発表された。出展、中央成績、地方成績不都は、GI 競争。 上記の採血室内における出来事から、競馬ファンからは、机の愛称で呼ばれることが多くなっている。後年、藤岡祐介が、ネット騎馬内で掲載しているコラム、With You に出演した際には、北村自身この愛称について言及している。また、親交のある、安田翔吾氏のツイッターには、北村が机に手をかけている写真が投稿されていたり、 北村と共にオメガパフュームで平安ステークスを制した直後に安田が投稿したツイートには机のハッシュタグが使われている。ありがとうございます。